旧暦だ。フルの御霊って言うでしょ。物の部の先祖、フルの御霊。しかも、その、御霊って言うと、ね、霊じゃないね。人の名前やった。フルの御霊。ね、変でしょ。それは、例えば、トミコ!トミコ!トミコーみたいな。ああ、物の部に富の名をする。フルコ!フルコ!フルコースかな。関係ないけど、のびこ、のびこ、のびこあっちなのかな。ちなみに、ジェリーってなんか細いドラマよね。細型ドラえもんみたいな。新登場。細型ドラえもんとおったことも、なんかいろんなバージョン。最初の頃にセラシ君がカタログな、見せてくれたらみんな。みんなにて、じゃあみんなの、あのドラえもんじゃあ、みんな、ドラえもんといろんな絵も持ってんだよ、ね、こと。な、さっき。で、さらにとして、じゃあその、フルの御霊って、その、ひょっとしてあれな、だから、どういうことか説明しようと思ったら、今の通すけど、だから、結局、例えば、何か、フルだ。3人組がその3人のたまたまのことをフルの御霊って言うんじゃないかよとして、あれはすごい恐ろしい仮説だね。国会議員、衆議院議員の古谷圭司先生、そして岐阜県知事の古田一先生、そして多治見市長の古川喜三郎だった。古川喜三郎キイチロウかな。古川キタロウやったかな。それちょっとごめんなさい。キーが使われてるの、キーが。だって書いたの、キー。僕はキーだ。結局、その3人のこと、3つの刃のこと、あ、じゃあ、3つのたまたまのこと。でしょ?いや、6つやってるかもしれんけど、3つの刃と6つのたまたまやってるかもしれんけど、6つのたまたまやったら、6×2 で12個になってしまえば、刃は3つしかないの。ってことは、たまたまでいい、あ、見たまでいいの。たまたまやから2やろ。2×3 で6個。確かに6個あるの、たまは。な?フルの?じゃあ、フルの?って、フル。へぇこの会社は郷土資格が、水前の的になった。